パンパンハウスは日本のロックバンド。1985年、長崎県長崎市出身の石井久志天賀がパンパンハウスとして音楽活動を開始。プロを意識した活動を行い始めた86年に中尾秀和が加入。コピーバンドが多い中、オリジナルの楽曲を中心としたライブ活動で、80年代後半、九州ロック前世紀に多数結成された。 アマチュアバンドの中でも大きな注目を集める。さらに89年、戸上浩二中田光弘が加わり、以後積極的に全国ライブツアーや CD 制作などを行う。80年代後半の、いわゆるバンドブームにはあえて乗らず、1991年、万を持たしてのメジャーデビューを果たす。ストレートな言葉ながら、情緒性の強い主と、 メロディアスでパワフルなサウンドが多くの支持を受けたが、1992年ステイ、ゴールドという一枚のアルバムを残し、活動を休止した。石井俊則、ギターコーラス中尾秀和、ボーカルコンへ、コウジ、ベース中田光弘、ドラムこんな大人に負けそうな時は、口笛の帰り道ステイゴールド解散後、全員が音楽活動から離れていたが、2004年、 高いた旧友からの音楽活動への復帰を願う言葉により、石井が復活を決意、08ラスプベリーマーケットを結成した。さらに、石井は自身の詩とサウンドをよりストレートに伝えるために2006年、ザイガン SK を結成。平成25年6月からは、石井久志店名義の活動を開始し、ファーストアルバム、クレノメ隠しをリリース。 2010年4月に自らの活動拠点としてオープンしたガージブランクスでのライブを中心に長崎や関東でも積極的な音楽活動を展開している。ありがとうございます。